グラント・キャンベル・ハンリーは、スコットランド・ダンフリーズ出身のプロサッカー選手。スコットランド代表、ノリチシティ FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。地元ダンフリーズのクイーン・オブ・ザ・サウス FC でプレーを、始め、クルー・アレクサンドラ FC、レンジャーズ FC の下部組織を渡り歩いた後、16歳で、ブラックバンン・ローバーズ FC の下部組織に入団。 2010年5月のアストンビラ FC 戦でトップチームデビュー。前キャプテンのスコットダンがクリスタルパレス FC に移籍してからはその後継としてキャプテンに任命された。2016年7月、フットボールリーグチャンピオンシップに降格したニューカッスルユナイテッド FC と5年契約を結んだ。2017年8月、ノリジシティ FC へ移籍。各年代で、 スコットランド代表に選出されている。2011年5月のネーションズカップウェールズ戦で84分から途中出場し初キャップ。2013年3月の 2014FIFA ワールドカップ予選ウェールズ戦で初ゴール。ありがとうございます。